私は琵琶湖が大好きです。琵琶湖のある大津市で育ちました。父母妹そして祖母の5人家族でした。父母が働いていたので祖母がいつも私の面倒を見てくれました。その祖母が私が中学生の時に自宅で転んで歩けなくなりました。母が仕事を辞めて10年間自宅で介護をしました。私の家には階段があったりしたので車椅子の祖母を階段を下ろす、またお風呂に入れる。私や妹が学校に行ってしまうと母は近所の人に助けてもらって介護をしていました。今は介護保険という制度があります。しかし当時はそのような制度がなかった。その中で年を取るということは誰にでもあります。それに対してもっと身近な行政ができることがあるのではないか。それが私が最初に政治に興味を持ったきっかけでした。大学は北海道大学に進学をしました。今はこの時代は就職氷河期と呼ばれています。男性の学生には先輩から就職のお誘いの連絡がありました。しかし女性の学生には何の連絡もありませんでした。なかなか就職するのは難しいなと思って、法学部でもあったので司法試験の勉強を始めました。しかし大学3年生の時、4年生の時、さらに留年した時も司法試験に落ちました。ますます就職できなくなると非常に不安に思い、そして焦りました。大学を留年した年に東京の事務所にインターンシップに行く機会がありました。その事務所は M&A 企業の合併や買収をしている事務所でした。私と年が変わらない弁護士が新聞の一面に載る仕事をしたという話をしていて、とてもキラキラして見えました。私もあんな弁護士になりたいと思って、それからもう一度一から勉強して次の年に司法試験に合格をして弁護士になりました。インターンをした事務所で働きましたが、仕事はとてもやりがいがありました。でもとても忙しくて12時前に帰れるということはありませんでした。でも仕事で関係があるアメリカに留学がしたいと思って留学の準備を始めました。とても疲れている、仕事が忙しかったこともあったので留学のための英語の試験に寝坊してしまったということも何回もありました。ついに2008年にアメリカのロースクールに留学ができました。次の年からはニューヨークの法律事務所で働きました。その時に私の人生を変える出来事がありました。同じ事務所で働いていたアメリカ人の男性の弁護士が育児休暇を取ったのです。当時日本では私の周りには男性で育児休暇を取るという人がいませんでした。男性も育児休暇を取るんだ、大変驚きました。それから調べてみると日本の女性の5割6割の人が一人目のお子さんを持ってお仕事を辞められていました。女性が仕事かまたは子育てか、その二者択一を迫られている現状でした。私は女性が仕事または子育て、そして仕事も子どもも家族も両方選べる社会を作りたい、女性が自由に選択できる社会を作りたいと思いました。女性がそのように仕事を辞めている原因は保育園が足りないということが当時一番の原因でした。保育園を作る権限は市にあります。自分が好きな大津市に戻って保育園を作ろう、女性が自由に選択できる社会を作ろうと思い、選挙に出ようと、市長選挙に出ようということを思いました。いろんな人に手紙を書きました。でも多くの人は若すぎる、または何の経験もないじゃないかということを言われました。また自分でも苦労して弁護士になったのに
選挙に落ちたら弁護士ができなくなるということも思いました。非常に迷いました。そういった中で一つ友人が言ってくれた言葉があります。それは、世の中には自分の住む場所やまた仕事を選べない人がたくさんある。迷うということは選択肢があるということ、それは非常にラッキーなことなんだと言ってくれました。それから思う存分迷うことができました。もう一つ友人が言ってくれた言葉があります。それは、自分にしかできないことをするべきだという言葉でした。確かに私がアメリカに行っても私の代わりをしてくれる弁護士はいました。市長は一人しかいません。そして若いからこそ、また経験がないからこそ、女性だからこそできることがあるのではないかと思いました。そこで大津市に戻って選挙に出ました。2012年にいろんな方のご支援をいただいて市長になりました。当時36歳で日本で一番若い女性の市長でした。私は8年間市長をしている間に50園3000人分の保育園を作りました。その結果、4年年度当初で待機児童がゼロになりました。今までは女性が、30代の女性が子育てのために仕事を辞めるという M 字カーブというのがありました。これがなくなりました。また小さいお子さんを持って働く女性が 70% 増えました。そして大津市に引っ越してきてくれる人も増えました。私はこれが自分のゴールだというふうに思ってやってきました。女性が仕事を続けられる。しかし決してそれはゴールではありませんでした。会社の中を見ると、女性と男性が同じように働けているかというと決してそうではありません。私は今弁護士の仕事をしながら、女性の企業の役員を育成する会社を立ち上げました。今日本の上場企業の女性の役員は 9% です。経団連は2030年に女性の役員 30% にするという目標を掲げています。それにはあと8000人の女性の役員が足りません。もう一つ私がこの会社を立ち上げた理由があります。それはこの風景です。これは私が市長の時にいつも見ていた風景です。女性は私一人ということは決して珍しくありませんでした。市役所の中でも、市役所は終身雇用年功序列というような組織です。その中で職員の人と話しているときに、直接話す職員の方はやはり50代後半の男性ということが多かったです。そういう中でいろんな話をする中で、例えば机を叩かれたり、またドアをバーンと閉めて出て行かれたということもありました。当時は私が若いからだ、また女性だからじゃないかということを思ってました。でも本当の原因はそうではなかったんです。本当の原因は、私が言っていたことがそれまでの市役所のやり方や考え方と違ったからです。私は子育てにお金を使うということを言ってました。一方で人口が減り始める中で、市の予算はどんどん厳しくなってます。お金を削るところは人口減少に合わせて削るところは削る、そしてその分のお金を子どもに回すということを言っていました。しかしこれまで大津市でも日本でも人口が増えてくる中で施設を作り、そしていろんな補助金を増やしていく、これが市役所の仕事でした。私が言っていたことはこれまでの市役所のやり方に合いませんでした。でも外の世界は変わっています。少子高齢化が進み、人口が減る、その中でやり方を変えていかなければなりません。ずっと組織の中にいると外の世界が見えなくなる、そのことの怖さを感じました。でもこれは決して市役所の中で
だけ起こっていることではありません。日本企業も同じような終身雇用年功序列といったような組織があります。そういう中でなかなか日本企業が変われない、イノベーションが起こらない、その一つの原因は意思決定が多様化していないというところにあると思っています。ですので女性だけではなく若い方や外国人の方やいろんな方が意思決定に加わる、それが大事なことだと思っています。そのことが日本経済、日本の成長につながるというふうに信じています。これまでの私の人生を振り返ってみると、客観的に見れば皆さんから見れば大変そうだなと見えることもあったかもしれません。でも私自身は辞めたいと思ったことは一度もありません。それは迷いに迷って本当に自分がやりたいこと、そして自分にしかできないことを見つけられたからだと思っています。本当に自分がやりたいことが見つかれば、その後のどんな困難も乗り越えていけると信じています。ぜひ皆さんも、皆さん一人一人が自分にしかできないことを探してください。